かつて火を使った戦士はもう動くことも再び大地を踏むこともない。忘れてはならない。死にゆく者たちへの祈りを。時は戻る、あの頃に。それはちょうどガルマザミが戦死してから5日後の宇宙世紀007910月9日、灼熱の大地ゴビであった。犯罪者で構成された第17特殊任務班ウルフガーは、偵察と後方撹乱を主任務としたモビルスーツ部隊である。キシリア閣下の親衛隊だったヘンリー・ブーンはクーデター未遂事件の嫌疑をかけられ、この部隊長として地上の最前線を送りになっていた。長い沈黙を続けてきた連邦が大規模な反攻作戦を開始するとの情報を受けたウルフガー隊は、中央アジア方面迎撃部隊に編入された。だが連邦の圧倒的な物量の前に敗退、激しい追撃を受け、本隊ともはぐれたウルフガー隊は灼熱の砂漠をさまようことになった。
この作戦がうまくいけば食い物にありつけ。敵の新型か、こんな時に。隊長機のようだな。一気にやらせてもらう。さて仕掛けるか。
ノクトの命令を無視してでもこのピクシーを使うんだ。結果はきっちり出させてもらう。こいつまだやるのか。新型！このモビルスーツ、そしてパイロットも波の強さじゃない。所詮お偉いさんには分からんだろうさ。実戦ってやつはな、俺たちの戦いはまだ終わっちゃいない。クソ、いただきだぜ。まだだ、まだ俺の戦いは。RX78XX ピクシー、地球連邦軍がホワイトベース隊のニュータイプと噂されるエースパイロットのために用意した新型モビルスーツである。今真の主のもとへ届けられるべく、灼熱のゴビ砂漠にその機体は隠されていた。そしてその新型を狙うジオン公国軍ウルフンガー隊、彼らは配送の飢えを癒すべく奇襲による物資強奪を行い、ようやく出会えた友軍部隊をもカマセイヌに利用、ついには眠れる妖精を戦場のただ中へと引きずり出した。妖精を狩るパイロットは本来の主ではない。ウルフンガー隊は新型が脅威となる前に強襲を敢行。しかし妖精に秘められた性能はその予想を大きく上回っていた。砂漠の妖精は戦いの中で戦いを覚え、敵と交えるごとに成長を重ねる。戦い続けることで強さを増していく妖精の猛攻にウルフガー隊は一時撤退を余儀なくされ、無事に合流地点へとたどり着けたのはヘンリー、マーチン、サキの3人のみであった。レイ、それにレストも言ったか。クソだれ、あいつらが先に死ぬ必要はなかったんだ。もう二人は戻らないか。サキ、マーチン、砂漠で嘆いても仕方がない。俺は今晩もう一度あの基地に攻撃を仕掛けようと思う。私は大尉の決定に従います。弾薬もまだ残っていますし、
モビルスーツの損傷も軽微です。あの新型の性能はかなりのものだった。とはいえ昼間の戦闘であの基地の戦力はもはやズタズタだ。はい、一日のうちに何度も襲撃されれば兵たちの疲労もかなりのものかと思います。そうだろうな。闇夜に紛れ一気に敵基地に突入し、最優先目標の新型モビルスーツをやる。かなりの危険を伴う作戦になるが付き合ってもらうぞ。なに今さら水臭いこと言ってんだ。こんな面白そうなこと放っておけるかよ。夜までにはまだ時間があります。すぐにモビルスーツの整備と補給を始めましょう。助かる。では各自準備に取り掛かってくれ。それでこそ大意です。とっとと済ませて腹ごしらえもしちまおうぜ。腹が減っては戦はできぬってな。おのおのに覚悟を決めたはぐれ者たちは、焦熱に焼き付いた砂漠が静かな闇へと包まれるのを待つ。炎の魔人イフリートと砂漠の妖精ピクシー、月夜の明かりだけが境の戦場を見守る中、孤独な戦士たちの最後の決闘が今幕を開ける。
さて、新型がどこまでやるのか見せてもらおうか。青いやつ、今度こそ逃がさんぞ。所詮お偉いさんにはわからんだろうさ、実戦ってやつはな。やろう、調子に乗ってんじゃねえ。なんだと。まだだ、まだ俺。最高に楽しいぞ新型、やっと見つけたんだ。こんなところで終わっちゃもったいない。ここまでか。見事だったぞ連邦のパイロット、お前の勝ちだ。みんなすまない。それでも俺は満たされている。俺は何のために、これは一体何のための戦いなんだ。戦いが人を狂わせるのか。人は戦って失い、戦いを憎み、戦いを否定し、それでもなお戦うしかない。戦いで得るものなどないと、それが無意味だと誰に非難できよう。生きることそのものが戦い、戦いこそが全て。我々は忘れてはならない、そんな死にゆく者たちへの祈りを。目標を発見した。早いな、基地からそれほど離れていなかったか。どうやら相当のダメージを受けていたようだ。周囲に敵兵はないか。周囲に敵兵なし。これより回収に移る。